はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあやっていきましょう、マリオギャラクシー。今日はループオーシャンギャラクシー、無限ループって怖くねみたいな感じですか。よろしくお願いします。さあもう多分このパートか次のパートで一応規定数60人はいきますよね。海のギャングを追え、とりあえずね。まあまあだからつってまだまだもちろんね、さっきから言ってますけどクリアしないですからね。いやーなんかすごいピクサー集すげーピクサー集。ファインディングニモにさ、いたよな、あんなやつ、ファインディングニモのこと俺子供のとこにファイティングニモだと思ってて、ニモは何と戦ってるんだみたいなことすごい思ったりとかしてましたね。してましたね。あやがい海のギャグか、これだったら私がガチの一発する。何をするんだ、俺が行けばいいのか。とりあえず俺が行く。なんだおめえは、ペンギンどもの仲間か、この海を返して欲しかったら俺様のリング、やっつくぐってみろ。マンタかお前、お前マンタだったのか。あ、ちょ、間違えた。はいはいはい。8。ちょ、やばい。急げ。消えちゃう、多分消えちゃうやつ。はい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 、出し。どこどこ、あー、そう、甲羅が欲しい。コーラないと多分負ける。はぁ、オッケー。あ、もうコーラあれば勝ちですよ。コーラあれば勝ちみたいなもんですよ。余裕。もうこのまんまサクサクいけば勝ちですからね。はい。で、しっかり、ちゃんとショートカットも決めていく。ショートカットしっかり決めていきつつ、これ、通れる。ちゃんと通りますか。はい、通った後に5がありますね。なんかあれですね、ドンキーコング集しますね。どっちかっつうとマンタっつうよりは。なんか雰囲気、ドンキーコング64のさ、あの、ジェットパックじゃなくてなんだっけ。ジェット、ディリーのジェットで、あの、なんか、しながら、くぐってくみたいな。あー、ウツボさんチーズ。相変わらず目が気持ち悪いですね。はい。で、な、要はそういうスイッチアクションを要求されるみたいな話なんだ。え、全然そんな簡単じゃないこれ。え、なんか、そんな難しい要素あります？あ、あの、早すぎて、逆に、あかんパターンとか。危ない。ある。ありそう。早すぎて逆にあかんパターンありそう。オッケー。余裕かよ。あ、終わったよ。え、簡単じゃん、本当に。え、ガチ簡単じゃん。なんで。こんな簡単でいいの、逆に。はい。とりあえず、吹っ飛ばして、なんかね、今、ヒューって音が聞こえたけど、大丈夫か。なんか今、ペンギンが明らかに一人負傷したんですけど、お、担架呼んでこい。でーん、ちょっと、寄り道で、シャドウコメントやりまーす。はい。追い越せ、シャドウ、オータムウッズ編。偽物倒す。ほう。そこから入れと。で、そっちへ行けと。あ、なんか結構大変そうですね。一回落ちたらアウトっぽいですね、これね。なかなか、ステージ全体な感じ？お、偽物どこだ？来た！偽物倒す。偽物倒す。あ、インコースくれた、珍しく。甘いな。私に勝とうなんか100年早いんだよ。RTA やり込んでる人間に勝とうなんて100年早いんですよ。あーぶちょぶちょっちょちょちょ邪魔ちょっと、こういうことしてっから。だからクルクルを入れると、俺の方が早い。ワンナップだけ、ちょっと釣られくま。ちょ、お前ショートカットすんのマジ釣る。お前、残念だったら、私の勝ちだ。危ねえ、結構ギリだった。さあ、あ、すごい、来た、激走ペンギンレース。楽しそう。え、めっちゃ楽しそうなんだけど、もうレース系とか大好き、マジで。ね、僕アクションゲームが一番得意ですけど、二番目に得意なレースゲームって自負してますんで。ええ、何でもかかってこいですよ。ちなみに多分全ゲーム実況者の中でダントツうまいと思ってるのは僕スノボゲーですからね。何でもいけますよ。1080スノーボーディングもいけますし、SSX オントゥアーもいけますし。え、何誰どの人この人え、一体ごめん。どの人に話しかければいいの。ペンギンレースそろそろ始めるよ。やる。スノボゲーム最近やってねえな。よっしゃ、勝負だ。ちょ、やりたいね。あ、ごん、ずるい。そんないっぱいいんの。ずるい。とりあえず、あ、ずるなんだけど、ちょ、待って、早い、ロケットダッシュとかあるとずるい。ちょっと、甲羅持たないと負ける。トゥートゥートゥー、髪の毛ありますか？あ、投げちゃった、ちょっと投げちゃった。髪の毛、あなたのありません。
ちょ、負けるだろ、これ。おらー、こっから逆転じゃー、どう逆転するぜ、おらー、このリングくぐらなかったらあかんみたいな。あなたの髪の毛ありますか、無理なのでは。髪の毛ありません、一回頭出して体力微妙に回復しつつ、ひたすらインコース攻め、ひたすらインコース攻め、ひたすらインコース攻めながら、インコース攻めながら、ちょ、これさ、明らかに一番最初のコーラ落とした時点で負け感ある。これ赤コーラってさ、や、迎撃できたりしない？ちょっともし迎撃ダメそうだったらやっていいですか、やっていいですか、やっていいですか。無理だ、お前倒す、あ、倒せない、いけ、倒せ、当た、おー、当たれよー、当たれよー、なんでね、赤コーラだぞ、赤コーラ。はぁ、インコース疲れたんだけど。ダッシュダッシュダッシュボ、ダッシュボ、うおー、負けたんだが、はぁ、まだゴールじゃなかったんだよ、ちょ、ちょーい、ちょーい、まだゴールじゃなかったとか先言ってくれよ、ちょっとゴールを明確にしてくれよ、頼むよ、マジで。どこだよ、ゴールあった。グダグダすぎるんだけど、悲しい。負けた、普通に。普通に全然余裕だったんですけど。全然余裕だったんですけど、普通に甲羅持ってインついてるだけで普通に勝てちゃったんですけど、なんで負けたんだろう、一回。悲しいな。あ、なんかでもちょっと面白そうな屋根がある。ミシュラン行く。もうとりあえずクリアしよう。いいよ、今日サクサクですよ、一応。シャドウコメット2連発。引きましたね。やるしかないですね。追い越せシャドウ、ループオーシャン編。泳ぐの。泳ぐの。あー、泳ぎそう。泳ぎそう。泳がない！泳がないぞ。ってことは水に落ちたら負けパターンか。ん？違う、途中まで泳いで、最後の最後だけ陸地みたいな、そういう感じ？え、ちょっとわかんないんだけど。わかんないよ、コールがわかんない。ってか俺、早く泳げる方法よく知らないんだよな、マジで、正直。甲羅頼みなんですけど。いけんのか。あー、待って、なんで？なんで、なんで、なんで。あー、取れた。取れてない。あー、取られた。あ、ズル、お前も取ったズルだわ、マジで。ズルだし、え、しかもなんか、すごい、ちゃんと通ってる。やばい。ちゃんと、ちゃんと通ってる。やだやだやだ。あ、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 お前視野狭いな。お前、さては、A プラスだな。俺 S プラスだからな。ごめんな。ごめんな。俺視野、あー、上上、はい。ちょ、え、余裕だったんだけど。え、余裕。余裕かよー若干待って、舐めポーする。ただ、どこまで来られたら、負けなのか分かんなかったの。みんなで探そう、シルバースター。みんなで探そうとか言って、結局俺一人で探すんでしょう。分かってますよ、そんなの。ありましたね、一個ね。うん。ちなみに、このスター取ると、60枚です。いやー、半分来ましたね。さあ、くまなく、くまなく、あっちこっち。あ、そこの上にもある。2個見つけた。2個見つけた。2個見つけた。とりあえず、ヒント教えてくれ。ヒント教えてくれ。ルーパーションでみんながシルバースター探してますよ！そんなの知ってんだよ、マジでよ。とりあえず、行けばいい。とりあえず行けばいい。行きまーす。あぶね。あぶね。で、ちゃんと、対角線に行かずに、しっかり、あれ？あ、シルバースターだった。一個来た？で、まあまあまあ、先に行く感じでしょう、これは。あ、こんな、いいですね。ここ独特の、そういう演出、僕は好きですよ。なんかあるかい？どっかにあるかい？巨大マングローブのてっぺんになんか見えたような、うん、それはね、見えてるんだ、俺も。それは俺も見えてるんですけど、どこうん、真ん中の島怪しいです。それも知ってるんですけど、その二つ分かってるんですけど、砲台がある。砲台乗り放題！は？何言ってんの？あ？ちょっと低い！あー、
そういうパターン。じゃあもういつもの、いつもの、いつもの。はい。うえ。取れた。取れて。え。え。ちょ、待て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 。え。あ、落ちる、ちょっと、あぶ。何が正解だったんだろう。あ、よくわからない。ああ、キラリン、キラリン、はい。そんなにスターピース持ってないですよ。はい、いくつですか。いくつですか。長いんで話が。40ある ?40 ない、40ない、40ない。じゃあね、バイバイ。バイ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 。とりあえず、8維持かな。8維持で、あと1個なんだよな。残り2つは場所は分かってるんで、あと1個。何回ってんの?マリオちゃんかっこいいです!そうだね。あ?マジ?ああ、なるほど。これ3つ目っぽいっすね。3つ目っぽいっすね。8マリオだと移動遅いから嫌なんだよな。はい。はい。持てない。あ、持てない。は?いってー!あ、そんなんあるんだ。なんかいろいろ、細かな仕様がありますね。はい。マジで?そんな簡単じゃなかった。ベイブー!飛ぶわ。なんかない?なんかありそうなんだけど、すごい。ないね、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 ないね。ちょっと別のところか、じゃあ行くか。あったー !3 つ目ーなんかあの木箱が怪しいなとは思っていた。よし。これ行くぞ。乗り込むぜ。さあ。あー、戻ってきちゃったおー。戻ってきたってことは今度こっち側に行けっていう、そういう何がしですよね、きっとね。はい。一回降りて、で、長えな。このマングローブの上ね。マングローブの上。マングローブの上にどうやって行こうかなっていう。そこから。はい。で、どっち手前でしょ多分。はい。乗った乗ったー乗ってないはぁーマジ最悪なんだけど、カメラワークがクソすぎる。いやー待って乗れよ危ねギリギリなんだが。ちょ、カメラワークマジでどうにかしてくれ、ほんとに。わからねえ。いやー待って、ダメージ食らったらアウトだから。いやー、怖え、怖え、怖え。いける。よし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 。あとあの塔の上。多分、砲台だよね、多分。あ、違うか。腹チコに食わせて、ちょっと、なんかなんないかな、みたいな。あー、やっぱギャラクシー出るよね。新しいギャラクシーだよね。あ、だよね。ってことは、違う。これ?はい。あー、水の橋ができた、あん?ああ、やっと行けた。めっちゃ迷った、マジで。10分ぐらいさまよってた、今日。うわ、もう全然わかんなかった、ここに来るルートが。あ、トゥー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 なんで青いカニが一つだけいるのよし。ワンアップ出たー。あー。疲れたわ。やったー。来れたー。あー、めっちゃかかったー。マジで、もういいじゃん、そこで。なんで戻した?なんで戻したんだよ。いいじゃん、そこで。オッケー。あ、で、このスターリングで戻れと。あー。いや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 、本当にラスト1個あの島に行くのがどうやったらいいのかマジでわからなかったっすね。
いやー、大変だった。バッサリカットしてるでしょうね、今日ね。さあ、ほうき星の天文台に力が戻り、空船として動かせるようになりました。わ、ゼロー !99 に見えなくもない。ついに、時が来た。それだけだ。銀河の中心。いやー、まだ行かないですよ。準備ができたら声かけてください。はい。あ、で、これで、いよいよ、行けるようになりましたよ、と。一応だから、いつでも、クリアしようと思ったら、クリアすることができると。まあ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 、一応ね、当初の予定通り、とりあえずは、とりあえずはバンバンね、いろいろ取っていきたいというふうに思います。じゃ、とりあえずはまた、戻りましょう、マシンルームに。よいしょ。隠しスター。これ、いけんのこれで。ショックでいけんのこれ。大丈夫？はい。あー！多くない？多い！多いよー！あ、おつかい！多いよー！あー！これさー、やばくない？大丈夫？は、俺そこ、タッチしてないの！やばいやばい！ちょ待って、一個取れない！積んだ！あ、ちょ待って、一個取れない。あー、ちょ待って、しかも積んでる。やばいやばい。終わった、終わった。え、これどうしよう、ちょ待って。真面目に考えないとまずいやつだ、これ。あ、どうしよう。多分。あー違う。わかんねえ、合ってる。あー、また来た、このパターン。待って、あー、それは無理。あー、待って。とりあえず一個だけ取って、ちょっと時間的にちょっとわかんないんですけど。もしかしたら今日長いかもしれない。骸骨ザメを守るスター。の守るスターか。ちょっと、長かったら長かったで、まあ、ドンマイって感じで、お願いしまーす。ブク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 。とりあえずは何をすればいいんだろう、ウェーカーン。行けばいいの。とりあえずブクブクに行けばいいの。はい、不時着。なんだ、これはトラウマ臭がするな。骸骨ザメだ。いや、骸骨ザメですねって言われたところで、いや、割とリアルに何したらいいのかよくわからないんですけど。何したらいいんですか？なんかあるんですか？なんか完結の策はあるんですか？ノーヒントすぎませんか？あ、甲羅が一応ある。甲羅が一応あるから、甲羅をどっかにぶつければいいのかなって気はしなくもないけど、当てればいいの？ちょ、とりあえず当てていい？あ、ダメージ入った。ダメージ入るのか？入るのか？おーおーおーおお。ってことは、そんな感じで、あー、小ザメが出てきた。小ザメが出てきたけど、ちょっと体力がやばい。体力がやばい。ティン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 。あ、そういうやつね。キラーパターンね。キラーパターンなので、真上。見えない。はい。ぐるっと回って、せー、近づく。ここ。あー、また！ちょっと、それはないよー！それ、ずるすぎるわ、マジで。はー？めっちゃずるいんだけど、マジか。邪魔。
邪魔邪魔、見えない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 。はい、よし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 。あ、赤コーラ復活してくれる、よかったよかった。赤コーラ復活するみたいだから、ちゃんとしっかり回復しつつ、しっかり狙いつつ、あ、しかも体力のキノコもありましたか。こんなもんいらん。フル傷を狙って撃つ。邪魔ー、マジかよ。コーラ痛い。ちょ待って、ちょ、コーラも欲しいし、いろいろ欲しい。どこ、ちょ、見えないし、痛いし、わからないし、いろいろ待って、はい、当たった、キノコ頼む。あー、ちょっと、なんだそのままよ、なんだよ、うわー、いっぱい出てきたよ、まだいるのかよ。ちょ、待って、めっちゃ戻されたんだ。ちょ、待って、俺はそのキノコが欲しいだけなんだ。あー、やめて、よし、次、泡の次、コーラ、で、ボロボロになってきてる、相手も、はい、ここ、ちょっと待って、あと、ちょ、めっちゃ遠かった、よし、オッケー、BGM 消えた？ BGM 消えた？まだある？よし、オッケー、いけたかーな？いやー、かなり白熱しますね。とんでもなかったですね。よーし！あー！いやー、緊張感がある。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ポケモン GO の動画を本日初めてアップしました。いや、この年になるとさすがにアップは厳しいんで、モッティの顔は飛ばして、あのミュウツーの何たるかだけぜひ見ていただきたいなと思います。はい。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。